は誰か、勝ち抜け方式でアンケートを実施。第2ブロック終了時点で7人が勝ち抜け、タンクトップを着ても恥ずかしくない体の候補は残り11人です。いよいよ続いてがラスト、第3ブロックの結果発表になります。ラストブロック、最終ブロックです。見せて最後は女性アナウンサー17名に選んでいただきます。最終第3ブロックは女性アナウンサー17人にアンケート。なるほどね、タンクトップっていうのがポイントですよね。がっつり筋肉ある方が好みではあるから。なおアンケートは鍛えた体に注目してもらうため、顔は伏せた状態で行っています。そしてこの第3ブロックでは1票でも入れば勝ち抜け。でも被っ、はい、まあ、そういうことですから、そういうことが、そういうことが、そういうことが、これ1票も入らない人が残るってこと。1票も入らなかった場合はタンクトップを着たら恥ずかしい体ということで、配信なしということになります。今11人残ってるから、もし1人に集中しちゃったら10人が配信なし、なしですね。はい、3本目の VTR はやめませんか。確かに喧嘩になっちゃうもんね。これマジでここに1人残るとかもやだ。マジでやだ。俺たち残っても仲良くしよう。仲良くしよう。それ決めましょう。みんな仲良くしよう。順番じゃなくて、そうしよう。でも分かんないですね、これ。分かんない、ね、大川もね、大川いい。いや、流星がまだいるからね、本当に。そうですね。北君がまだ残ってんの。でもさっきの今湊みたいに、こう倉田さんのこの引き締まった感じで一票とかあるかもしれないですね、これ。一票でいいの。誰か嘘でもいいから、谷岡いいって言ってくれ。誰も出てこん、谷岡というの。杉原が言ってるらしい。杉原が言ってる。谷岡の肩。これどうなってんの、これ。下げたのか。違う違う、これ僧帽筋を向きで出してるんですよ。なるほど、めっちゃ間違ったり。いい筋肉、いや、本当だよ、すごい、すごいよ、腕すげえ太いでしょ。でも、うちの、まあ、女性アナウンサーいっぱいいますけども、なんかそういう話したりしてるの聞いたことありますか。いや、それは倉田君の名前がよく出ますよ、うん、あー、そうね。でも、それって性格とか、ね、顔とか。あ、そうか、顔か。性格だから体的な。生しキャスターで言うと、長島は結構ゴリッとした。確かに。なるほど。確かに。長島はうちのとか入れんじゃないですか。なるほど。確かにね。宮沢先輩もそうですね。結構。宮沢の。ガタイ人が好きだった。大学院の。宮地も結構すごい。筋肉。ムキムキの人が好き。どうなるんだろう。まあ、でも、デブ嫌いは聞きませんよね。いや、確かに。でも、ぽっちゃりしてるのが安心感があっていいっていう人。いるいる。お腹に肉ある方がいいって言ってたら、いや、それはだから、選ぶ選択肢がもうなくなってきた場合、三役デブでもいいよというだけで、周りにムキムキとかがいたら、最初にデブは大丈夫だよ。わかんない。生きろ生きろ、うん、デブ好き来い来い。さあ、今回の VTR にまとめてあります。河野さんに聞いといてよ、河野さんに。誰が、17人が誰かによるんだよな。女性アナウンサー17人が選ぶタンクトップを着ても恥ずかしくない体は誰だ。まずは女性アナウンサー3人が選んだ人を発表します。それでは VTR ご覧ください。よし。なんだろうな、なんかね、本当に筋肉がある人と無理やり筋肉があるように見せようと頑張ってる人いますよね。5番は肩のあたりの筋肉は結構いい感じなんですけど、腕がそんなに筋肉質じゃないし、7番もなんかね、ごまかしてる。ごまかしてる。10番、自然に筋肉がついてる感じ。まずは大川アナが選ばれました。なるほどね、タンクトップっていうのもポイントですよね。これめちゃめちゃ怒ったよ。11番にして。不安ではないな。
消去コネクトね。ね。11番の肩すごくない？これ何これ？筋肉どこについてるの？すごい撫で方。撫で方だね。でもこの首の筋肉がすごいのかな。うん、で腕は結構いい腕してる。いい腕してる。あ、10番の。すごく綺麗な十番。バランス？バランス。うん、肩と腕の筋肉のバランス。私は1番かな。まあね、うちの入るわね。2人目は内野アナが選ばれました。筋肉っていうボリューム感が圧倒的だし、これがまた T シャツが似合うってなったら別かもしれないけれども、タンクトップを着ても恥ずかしくない体っていうのは8番かな。タンクトップに負けてないこの筋肉質、その力強さっていうのが8番の人が一番あるかなと。確かに8番はどっちなのかな。あー、えなみさんだと思った。10番は大川くん。あー、いいとこ作るね。すごい。やっぱり9年目となるとさ、わかるね。筋肉でわかるようになっちゃった。すごい、ほんとだ。6番藤井。わかりされてるよ。あ、こら！もういいんだよ、消してよ、岡はもう。やばい、かぶっちゃったね、かぶっちゃった、かぶっちゃった、はい、まずは、うちの穴と大川穴が選ばれました。ありがとうございます。すごい。それでは大川穴、はい、喜びのコメント、カメラお願いします。はい、2人の先輩に選んでいただいてありがとうございます。これからもトレーニング、邁進してまいります。よろしくお願いします。よろしくお願いします。初めかたいな、かたいな、初め鍛えた体でこうやってみたいこととかないの？ほら、鍛えた体で、なんか釣りとかやってみたいですね。遠くに飛んでいきそうなんで。真面目何釣る？マグロ。マグロ釣ってみた。マグロ釣ってみた。大変だよ、マグロ。さあ、来たよ。お、今湊が全然違うこと言うよ。サバ。なんだよ、釣りから外れないから。釣りから、その中に魚だよ。魚と違うよね。近いね。正解。まあ順当といえば順当、内野もね、ここで出てきた。でも意外とここなんだ。いや、内野が時間かかったっていう。いや、苦戦ですよね。確かに意外だった。今日の女性にはちょっとこうでかすぎんだ。可能性はあるよね。体が大きいよ。バルキーな。最終第3ブロック、ここで2人が勝ち抜け、残るメンバーは9人に。内野アナのコメントは後ほど紹介します。残る女性アナウンサーは14人です。まだ全員いる。続いては、もう俺は内野消してくれ。続いてはそのうちの6人が選んだと発表します。一気に行きます。でも被る可能性もある。それでは VTR ご覧ください。ずっと大川と内野だったらどうしよう。女性アナウンサーは残り14人。続いては6人のアンケート結果を発表します。あ、好みによりますよね。ね、これはね、好みだね。小島さん、細めとムキムキどっちが好きなんですか？そう、難しいところでムキムキすぎるとちょっと。いや、わかります。そう、でも細すぎるのだからな。いやー、どうだろう。5番の美しい。5番綺麗です。5番綺麗。3番、5番綺麗。引き締めるって相当努力されたんだなっていうのがこの1枚からひしひしと伝わってくるので、8番です。あ、私はあんまり太すぎる人よりちょっと細まった人の方が好きで、なんか太さがちょうどいいのと、なんかこう骨の感じが鎖骨と肩
肩の出っ張りとか、うん、綺麗、バランスが、やっぱ映り方もあるかもしれないですね、うん、確かに、トータルで5番です。3人目は生田アナが選ばれました。うん、あ、決めました。はい、ポイントは体の厚み。これはフジテレビの8。うちのさんじゃないですか。え、違う。当たった。6番藤井。多分だけど、多分ね、この人そんなに筋肉ないんだと思うけど、なんか無理やり筋肉を見せようとしない感じと、あとなんかムキムキでもないんだけど、別にこう、うん、垂れ下がってる感じもないし、綺麗ですね。程よく引き締まってる。7番も確かに綺麗だね。なんか全部綺麗なんだね。7番。あ、私は10番。すごいね。すごい。さあ、続いて渡辺アナが選ばれました。声を出したい、声を出したい、声を出したい。それはどうせも確認するよ、あんなに。すいません、確認ですけど、呼ばれたら出るときはこっちから出る。変わんない。急に忘れた。もう半分いいから。そこに立てばいいでしょ。そうです。OK、なぜ知ってたんですか、動線確認。正直に言います、はい、僕は完全にオチだと思ってたんで、選ばれたいを強めに言ってたら本当に選ばれちゃったすごい、一番嬉しいやつ。だから一番嬉しい。それではまずは渡辺アナ、喜びのコメントをお願いします。はい、日頃子供2人をですね、今回はあの季節柄プールに行ってですね、焼けてるわ、はい、普段は、寝てしまえば抱っこしつつ、そして食べ物にも妻が気をつけてくださいましたので、このような体になりました。ボストジムの皆さん、やったぞー。はい、今回の榎並流でね、キックボクシング体験もされましたから、川さん。いやー、なんていうんですかね、やっぱこう男として認められるっていうのは、なんかこう、うん、男の本能が目覚めてきますね、これね。あー、これ押さえてください。あまりにもキックに合わせて、何か、あ、キックに合わせて、卓球、ピエノ、サバ、おい、困った時のサバにすなよ。いやー、おめでとうございます。おめでとうございます。おめでとうございます。そして、さあ、それでは続いて生田アナ、喜びのコメントをお願いします。はい、ありがとうございます。本当に選ばれてよかったと思います。ね、あの後ろの恥ずかしい人たちを。さっきの同盟が一瞬にして同盟組まれていたのに。仲間じゃなかったの。仲間よくしよう。恥ずかしい人たち。怖いわ。僕らもトレーニング頑張っていきたいと思います。ありがとうございます。はい、この中の人多分全員思ってると思うんですけど、カズさんが呼ばれると思ってないでしょ。いや、俺も本当そう思ってた。だからマジでちょっとカズさんが言ったのがマジでショック。隠しきれない、隠しきれない。この辺りが本当にショックです。カズさんはずっとここで一緒にいるもんだよね。いや、俺もそう思ったわけ。なんか寂しいです今、ね、すげえ寂しい。汚れちゃったから君ら多分相当やばいと思ってた。ということで、渡辺アナと生田アナが勝ち抜け、残るメンバーは7人。あと木村さんも、ちょっとね、木村さんも、ちょっと幸太郎さん、まばたき多くなってないですか。大丈夫ですか。泣きそう、もう泣きそうです。結構来てる。結構食らってる。まあ、そうですよ。木下さんはね、なんか呼ばれそうな、そうですね、気持ちはあるんですけどね。人望ねえからな。おい、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 やめとけ。体だけですよ。はい、いや、これ本当そろそろ呼ばれないとマジでやべえよ。やばいですね、これ。本当やばい。それでは残る女性アナウンサーは8人です。続いてはそのうちの4人が選んだ人を発表します。それでは VTR をご覧ください。おここで行こうぜ。何番あたりですか。私結構もうがっつり筋肉ある方が好みではあるから。
3番か8番あーですね、うん、あでも1もやっぱり私2番と4番は元のなんか骨が細い感じしますもんね、うんうんうん、これはこれで多分好きな人は好きだよね、うん、細マッチョっていうか、うん、やっぱり男性は包容力みたいな、うん、女性は結構ぽっちゃり系男子好きな僕らの方みたいなのは結構刺さるかも知らないですけどみたいなそうそうじゃあ決めたお、うん、私も決めた、うん、はい1番おお意外最初に上げてたとこと全然違うとこ行きましたね、まあ、でも8とはやっぱ最終的に迷ったんですけどうん、まあ、ちょっとこうでかすぎるのかなっていう実際見たら私は10番でおお10番でなんださお、え、答え合わせ今でれーんえ、やだやだよかった、一番選ばなくて失敗したなでも8番に変えてもいいですかなんかちょっと、ね、でも体だけを見て選んだとかこれは撤回しようがありませんよそうか、なんかちょっと悔しいわかるうわあ、すごい。続いて吉田さん。やろう。はい。はい。やった。はい。もうダメだ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 。よかった。よかった。よかった。大丈夫。こういうところです。こういうところ。こういうところ。じゃあそれではい、喜びのコメントカメラへ。いやまず本当にあの手何？ほっとしました。ほっとしました。ちょっとね内心どうなるかなと思いましたけど、まあ日々鍛えるとともにですね、人柄の方もね、人格の方もちょっともうちょっとトレーニングをして、人柄でも選ばれるように頑張っていきたいと思います。大丈夫だよ。さあそしてここで大川アナと中村アナが次の仕事があるということで大出演となります。大川すごかった。ジョーちゃんっていいね、素晴らしいんですよ。これ選んでいただいてありがとうございます。いいな、フレディ。いいな、フレディ。端っこの人がやばいと思うんだよ。あれ生還してますな。顔はいいんだけどね。顔はいいと思うんですよ。顔はレジェンドですよ、もう。最後のロールで絶対出てくる。どこに出てくるの？どっから生まれたのか。自信満々だ。その自信どっから出てくるの？絶対出てくるから。まあ、頑張ってください。大健闘。勝ち組だな。すごいな。大川めちゃくちゃ健闘入ってない。藤井の顔がマジなんですけど、ね、惜しかったな。一回藤井に行きかけたもんね。確かに宮地が行きかけた。もう行けるよ。みたいって言って行ける。包容力全然大川の名前とか出てなかったのに、ね、声小せえな。声小せえな。声小さ。声小さ。急に大川とか言うから。声小さ。あんな褒めてた尺あんな使って。どういうこと？木下アナが勝ち抜けて残るメンバーは6人に。そしてアンケートに答えた女性アナの人数は？あと選ぶの4人っすか、うん、被る人。うわ、はい、もう、もう、もう絶対選ばれない人。ちょっと、あ、やばい、これさ、もう一人一人残るとかやめましょう。やめましょう、やめましょう、やめましょう、本当にやめ、ね、で皆さん、次のロールで選ばれない可能性もあります。4人の女性アナウンサーがすでに選んだ人を選ぶ可能性もありますので、ね、体を怒りましょう。それやないよ。プラス木村さんがいるから6人。はい、まあまあまあそうね。いや違うよ。この場なの。この場で1人で選ぶのはやだ。正直、木村さん置いといてない。ここに1人で選びたくない。この場で1人残るのはやだ。他の仕事がなぜ入ってこないんだっていうね。超思ってる。でも黒瀬くんとかなんかそこで。黒瀬もさ、期待してるよ。でもね、黒瀬くん何番？僕3。肉なんですよ。名前は出てたもんね。でもね、出てた出てた。ああでもこれいいんじゃない？黒瀬あるよ。黒瀬あるよ。あるよね。い
あるあるある。藤井上中っていう同期がここにまだ2人残ってる。あの、あと、あと我々は一回上げられて落とされてるね、一回、一回いいんじゃないってなって、急にね。上中放送か。上中放送でしょ、言われてたもんね。串野さんに言われていた人に、あれ？そうだね。浦田さん、何のために食ったんすか。いや、本当だよね。米をすごい食った記憶がある。見ました、見ました。何のために食ったんすか、あれ。ねえ、米5合ね。まあまあしょうがない、見てみましょう。よし、はい、ね、現在残っている男性アナは6人。この中から何人が勝ち抜けることができるのか。11番の人すごく慣れ方なの。力入れてる。このでも私あのハンガーになる、なる感じの私ハンガー、ハンガータイプのいい感じにジャケットをかけたらいいんだろうなっていう。あ、ストーンって行きそうです。なんでかと、リュックの多分ここ口で締めるタイプで、ストーンって行っちゃいそう。私はじゃあ1番さん。1番さんの特に何が、あの日焼けしても頑張ってるところが多分半袖のシャツで、ね、仕事をすごく頑張ってるんだろうなっていう、自然な日焼けっていう。確かに。まあ私はこの11番さんのポージング、一生懸命な姿がいい。ここで谷岡アナが選ばれました。そして残る女性アナはあと2人。わかんない、全然わかんないです。でもなんか細マッチョから結構ゴリマッチョまでいますね。そうね。3番は結構バランスがいい感じがする。こう腕だけじゃなくってこの胸の胸筋、そう胸筋の形も含めて、こう上が大きくて下にしまって下に向かってしまってる感じとかが結構バランスがいいかなっていう感じがするよね。3番が続いて選ばれたのは黒瀬アナ。そして次がいよいよラスト。でも私2番のちょっと細いよね。細い、無駄なお肉がないというか、はい。4番も、2番もやる。結構細めが好きなんだ。じゃあそうですね、そんなにゴリゴリじゃない方がいいです。いや私やっぱ10番かも。意外とね、色白。でも2番も好きです。2番も好き。どうして、倉田さん、クラッタさん、キム、大川、祈る、クラッタ、頑張れ、あるよ、頑張れ。クジアナが選んだのは出してるんですよ。すごいハンガーが。すげー。さあ、それでは谷岡アナ、喜びのコメント、はい、カメラお願いします。いや、もう最高。よかった。もう こんな本気になると思ってなかったけど。すげー喜んでたよ。すごい喜んでたよね。最高。でも、自分が選ばれた後の VTR のもう早く終われって思ってた。すぐここに行きたかったから。もう喜びたい。喜びたくて。いいね。さあ、それでは黒瀬アナ、喜びのコメントお願いします。はい。とにかく選ばれてよかったです。僕はもう、あの坂部さんに一回殺されかけたので。そうだよ。はい、せーの、はい。あ、高いやるよ。はいはい。まあね、あのあれからね、ちょっとね、頑張れなかったんで、坂部さん、またお願いします。
いやこれでもね、皆さんにね、一つね、これあの倉田さんこっちいたじゃないですか、うん、このパーテーションっていうか、これこっちだけ超出てる。すごいな、すげえ、ね、いかに倉田さんがこう、うわぁ、間違ってんじゃねえかな。あと最後のくじのところの、うん、僕と上中のつまらなさ多分本当に絶対選ばれないっていう、全然楽しくないんだから倉田さんが多くなったから、ね、倉田さんが多くなったから全然楽しくない、箸にも棒にも的な状態でない、もう全くもう、うん、ということで最終第3ブロックでは7人が勝ち抜けました。そしてこの結果を後日内野アナにも報告。第3ブロックで第3ブロックですか、難しいですね、第2ブロックぐらいだと思ってました。8番かな、うん、やったやっぱりあの大きさ、うん、皆さん筋肉っていうボリューム感がありがたい、重量上げて引き締めるって相当努力されたんだなっていうのがこの1枚からシシと伝わってくるって、8番です。ありがとうございます。長島さん、ポイントは体の厚み。お、ちょっと待って、フジテレビの8。もういいじゃん、ありがとう本当に。いやこれめちゃくちゃ嬉しいですね。なんか別にあの誰に選ばれても嬉しいんだと思うんですけど、やっぱりね番組一緒にやっている三田さん、そして一つ上の可愛がってもらってる長島さん、そして一つ下で一緒の番組やっている鈴木優衣アナウンサーということで、いやなんか正直ちょっと第3ブロックかっていうところはあったんですけど、それをはるかに凌駕するような今喜びが私の中で湧き上がってきています。とても嬉しいです。皆さん清き一票ありがとうございました。服のテーマは海が好き。今回行ったアンケートの結果、18人中14人がタンクトップを着ても恥ずかしくない体に選ばれました。そしてご覧の4人がタンクトップを着ると恥ずかしい体という結果に。この結果を木村アナにも報告。ダメでした、本当にこう皆さんに申し訳ないなという気持ちでいっぱいですね。ちょっと、言い訳も浮かばないぐらい本当にこう食べてもないし筋トレもしてないし、自分のこの弱さが見えた榎並流でした。ここからは榎並アナウンサーにお話しします。はい、堀池お疲れさんでした。はい、ありがとうございました。ナイスです、これ。どうですか、堀池から見て、はい、我々どう。かっこいいです。おお、ありがとうございます。皆さんありがとうございます。いい企画でしたね。でもね、最高だったな。堀池、はい、あっちはどう。ちょっと見たくないです。すごい、信じすぎるんだよ。見たくない。藤井の顔マジ怖いんですけど。なんかムツムツ言ってる。ダメ。やば、顔すら映せないやつになっちゃったぞ、あれ。なんて言ってるの。いや、お前はちょっとちゃんと違う違う、上中は大きい声出てるからボリューム合わせちゃったら意味がないから、だから本当になんかバランスがいい、これアンケートでね、はい、非常にまあもう恥ずかしくない体っていうのも自信持ってね、これみんな言っていただきたいと思います。だからもうこれでもう街歩いてってことですよね。街歩いていいですか。我々は恥ずかしくない、この中で渋谷行こうよ、渋谷みんなではまずい、みんなではまずい、渋谷でタピオカ飲みましょう。タピオカ飲みましょう、タピオカ飲みましょう、みんなでね、2時間くらい並ぶんですよ。しかもカズさんが言う渋谷ってもちょっと前の渋谷な感じ。俺は本当に袋じゃん、今これも古い、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 古い。いやまあ悔しいけども、もうトップで選ばれたから、もうどう。いや、すごい、すごい、すごい、やっぱ伸び率で言うとすごいから、やっぱそうですね、まあ、あのまあなんていうか普通人を努力すれば絶対変わるんで、あのそれを、まあ、証明できてよかったなっていう、
も変わらない人もいるんですよ。すごい不思議そうな、信じられないな。先輩にも何か言ってる。上中無人なんだ。上中何言ってる。だから大きい声で言うなって。声が小さい。上中大きい声で言わないと。まあ、本当に木村含めて、ね、クラスさんも上中夫人もちょっと悔しいかなと思いますけれども ね、これを糧にしていただきまして、うん、ただまあ、うん、あのクラスさん発言は OK ですよ。カメラは寄らないけど喋っていいです。ガンマイクも寄らないです。声張ってください。大きめで。あのまたご飯午後食べてください。食べます。短い。短い。ご飯食べちゃってる。まあ、ということで、ナミル第5章これにて、まあ、終了となります。はい。まあ今回大きな、出来事としてガジエムがね、あの私たち忘れてた。まあ私たちを巣立たせてくれたっていうのかな。うん、はい、羽ばたかせてくれたということで、あたけちゃん最後に。一言感謝の気持ち込めて、締めたいと思います。ね、さっきグダグダだったからね。はい、ほら、いつでも三田 GM の右腕となれるように、また一回り体大きくなって待っているので、いつでも戻ってきてください。右腕になるんだって。右腕に左腕。わー、ありがとうございます。ナミル第5章以上です。お疲れ様でした。